スモークミラーズ1000の顔を持つスパイは2016年にスペインで制作されたスリラー映画。監督はアルベルト・ロドリゲス。マヌエル・セルダンによるノンフィクション小説パイサ・エル・エスピア・デラス・ミルカルスに基づいている。国家情報センターの秘密捜査官であるフランシスコ・パエサ役としてエドアルド・フェルナンデスが主演を務めている。 国家情報センターに勤める秘密捜査官のフランシスコ・パエサは、バスク州のテロ組織バスク祖国と自由に対して、重要な任務を担当していたが、政府に裏切られた結果として、母国を離れていた。やがて、クアルディア・シビルの局長であるルイス・ロルダンがパエサの元を訪れ、国外逃亡の手助けと引き換えに、ロルダンが横領した公金を守ってほしいと依頼する。 パエサワロルダンから金を奪うことでの国家に対する復讐を計画する。第64回サン・セバスティアン国際映画祭でプレミア上映され、フェルナンデスが男優賞を受賞した。ロンドン映画祭でも上映されている。第4回、フェロス賞ではドラマ作品賞など10部門にノミネートされ、ポスター賞を受賞した。第31回、ゴヤ賞では、 作品賞など11部門にノミネートされ、新人団優勝と脚色賞を受賞した。日本では2016年の第13回ラテンビート映画祭で上映され、2017年2月にヒューマントラストシネマ渋谷都市ネリーブル梅田で開催された未体験ゾーンの映画たち2017で劇場公開された。ありがとうございます。